皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。今日は魔女のたびたびの10話でございます。前回ではかなり悲劇的な話が起こったんですけど、今回はまたほのぼの回が続くのでしょうか。お、ほのぼのっぽいね。パッパンパッパーン。ポーポー。お、すげえな、矢印になってる。クノーツ、オッケー。じゃあ配達なんですね。師匠が？私はこれから休暇だからな。なるほど。働きすぎて疲れてよ。っていうことはパシリされてるわけなんですね。なんかやばいもんでも入ってんのかもな。その時には自己責任ですね。あよ。行ってらっしゃい。わっふー。どこに行っちゃうのかな。もしかしたらエレーナと遊んじゃったりする。まあ偶然で遭遇するかもしれない。そういえばみんな木の旅っておすすめしてんだよね。俺このアニメ好きやから。木の旅って確かカタカナだよね。木の旅、昨日の旅か。これがおもろいんだと。2000年のもやから古いな。古いな。これがおもろいんだと。アニメとかあった？あった。木の旅アニメ。ほうほうほう。あれ？いつ？え、2020。でもなんかやってるぞ。このサイトに。どういうこと？あ、漫画が2000年からか。アニメの方は2003年。ふむ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 。お、来たよ。二人の師匠。あれ？やっぱりイレーナとね。お、この二人が師匠って話か。二人で遊びに行くんだろ？らしいですね。バカンスティオ。なんじゃさ。あ、もう行っちゃうんや。すげえな、でもこの人。ビッグスクーターみたいな。で、早っ。やべえな。強烈なやつやな、これ。さやね。ですよね。全くだな。イレーナにも会ったぜ。あらあら。その話をサヤにしたら死にそうになるレベルで悔しがってた。サヤってマジヤバい人。それにしても不思議ですね。お、すごい綺麗にできてる通りやな。3G に見えるけど、結構繊細で綺麗やと思うわ。だよ。過去話なんですね。ほのぼのしいでしょうね。
子ではないのですか？もう一人欲しいかなって。なるほど。え、二人とも自分のお母さんの部下か。嫉妬やろ？だったら別に聞かんでもいいや。うまかいな。パッパンパッパッパンパッパパンパン。なんだい？あ。おお、すげえやつやな。おっぱい、タバコ。こいつが私の姉弟子ね。ずいぶんと弱そうだけど。お、やるか。なんだよてめえ、見てんじゃねえよ。やんのかこれ。やんのかこれ。師匠、どこがいい子なんですか。出会い頭にガンつけて毒吐いてくるんですけど。なんだとてめえ。ガンつけてんじゃねえよだって。テペロ。わかりました。よろしく。名前は？てめえに名乗る名前はねえ。やばいな。これはさすがに難しい態度やな。この子はフラン、こっちはシーラ。二人とも仲良くね。わあ。いやー。師匠、無理そうです。無理そうやな。これはもう殴るよね。こうして師匠と私、そしてシーラの三人の旅路が幕を。やっぱりね。私たちは単純に馬が合いませんでした。すんげえ面白いね。ヤンキー生徒。シーラそんなんや感じや。おお。やればいいよ。それしか言えないんですか。バカなんですか。アホなんですか。頭悪いかって。それしか言えねえのかよ。ボキャブラリーは貧弱なんじゃねえの。やば。じゃあ間を取ってパンにしましょう。全然間ちゃうやん。炎魔法と氷魔法。今日はどちらを教えたらいいかしら。氷魔法がいいです。はあ、炎だ。ふざけんな。じゃあ楽しいね。やば。そういう、ま、なんだ、みんな喜んでんじゃん。間じゃねえけどな。あ、ちょっと待って。炎と、お、ゴンベン？お。間っていつもおかしいよ。ま、なんでや。全然わからへん。仲良くなれねえと思うわ。あらあら、奇遇ですね。私もあなたとだけは。ここすごいね。ベニチアじゃねえか。イタリアの。何ヶ月にもわたる旅の途中で、私たちは魔法統括協会からの依頼を受け、自由の町クノーツに立ち寄りました。あー、ここ行っちゃうんだよね。魔法使い反対。あの人サーヤちゃん。恐れるタラツ。魔法使いは悪魔の子である。おう。だよ。私たちに喧嘩売ってんのは。私たち魔法使いはこの国では歓迎されていないようですね。どうかしらね。こんなものがあるとはいえ、この国そのものを拒絶する理由にはならないわ。じゃあどうなるのかな。ポト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 ポ、てかありすぎやろ、この看板。旅を長くしてお待ちしておりました。魔女様、早速ですが、依頼というのはですね。報酬はいくら？報酬ね。依頼の内容を先に聞いていただきたいのですが。いくら？
金貨10枚になります。すごく喜んでいる。で、内容は？はい、この町では現在骨董堂と名乗る怪しい組織が暗躍。おお、でもみんな髪の毛は面白そうじゃん。あいつらがやってんのか。ポスター、あ、あいつらか。骨董堂は魔法を伝えない者たちが集まった強盗団です。魔法を伝えないゆえに自分たちの邪魔をする魔法使いを心底毛嫌いして、わお、ような嫌がらせや誹謗中傷を行っています。ああ、杖がなくなったらどうするのか。この人ナイフなかったし。魔法使いなんだから余裕だろ。まあね、俺もそう思うんだけど。あ、タバコが。何か事情があるのね。ですよね。あっち、あ、どういうこと？おお！何でも切ることができる剣であったり、何百発でも撃つことができる銃であったり。じゃあ魔法道具使っとんじゃん。なんじゃそりゃ。そんなものがあるんだこの世界に。そのようなものを巧みに操るので魔法使いたちは翻弄され、奴らに逃げられっぱなしで、この町では魔法使いの信頼は地に落ちてしまっているのです。もうダメやな、あんたら情けねえな。とか必ず解決することを約束するわ。約束するんかい。15金。私ではなく、あ、この2人？この2人がね。え？そんなことになるんか。捕まえなさいな。厄介な道具を持っているとしても、私の弟子のあなたたちなら問題はないわよね。しくじったら波紋よ。波紋かよ。あの時の私たちは同じことを考えていたと思います。一人で落着だ。まあ協力しないといけないパターンですよね、きっと。ま、待って、お、怖、これシーラだろうな。え、違うんだ、こっちや。来た、拷問。何？何言ってんだよ。もういただいてんじゃん。何の話やねん。あ、逃げたやん。バカやん。チャオチャオになった。こんな風に私たちは互いの足を引っ張るばかりで。なるほどね。でも剣はもらえたでしょ。結局何日経っても骨董堂の連中を一人として捕まえることはできませんでした。なんだい。お主がフランとやら読まず。あ、これあれじゃん。やばいなぁ、物騒なこと言いますね。お前だろ。いえ、これに関しては好都合です。なぜじゃ、命を狙われておるのじゃぞ。つまりそれって向こうから来てくれるということでしょ。探す手間が省けて助かりますね。はあ、随分な自信じゃな。だって実際こうやって来
てくれましたからね。お、どうだ、行けたか。でもこいつだけじゃなくて、ここにいるみんなでしょうね、連中。思ったわ。まあそうだろうなと思ったんですよ。どうするか？ここでシーラがいてくれたら嬉しいのにな。お、取られた。やられた。あ、二人ともやられてんじゃん。あらら、波紋になるんじゃん。その前に殺されるかもしれないけど。でもこの二人で何とかしないと。お、ここで協力できるのか。なに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 。あ、ナイフ持ってるやろこいつら。怪しいな。師匠がどうだの、話は全部こちらに筒抜けちゃったぞ。なんじゃ、お遊びで我らの仕事を邪魔しておったんか。まあそんなもんだね。お前らをぶっ倒すことくらい。やば、同居やば。こやつらを始末しろ、今すぐだ。来た。あれ、ちょっと待って、あそこにあるこの箱じゃん。シーラーが頼んだ箱やん。来た、やっぱりナイフ持ってたやん。セクシーにとって。杖がなくたっていけるぜって。え、そうなる。やっぱケリー、ほらおかしらやられてんじゃん。ああ、こんなに強かったら別に店のところでもやってもよかったけどね。あ、わしの槍やん。指でも使えるやん、炎。やば。マトリックスかよ。うん、ここのさ、魔女たちほんま弱すぎるよね。思えない？あ、二人ともわざとか。そういうわけか。そういうことだよね、きっと。だってあの店でも全然やれたでしょうね。絶対に何か怪しいことするでしょう、こいつ。小箱この辺にあったよね。でもあってよかったでしょ。あなたはどうして師匠に魔法を学ぼうと思ったんですか。別に大した理由じゃねえよ。私は独学で魔法を覚えてな。ああ、スリか。それを使って生活してたんだけど。なるほどね。
その時に初めて知ったんだ、魔女というものの存在を。それまで知らなかったんですか？でも独学でできるなんてね。俺もできひんし。それでお前警察になったのか。こんな野良猫みたいな生活をしなくて済むって思った。だから弟子にしてくれって頼んだ。な？大した理由じゃねえだろ。面白いじゃん。で、あんたは？私の方がよっぽど大した理由じゃありませんよ。私の故郷には魔女がいないんです。だから魔女になれば、それは国でただ一人ということ。そしたら一生食いっぱぐれることがないじゃないですか。だからです。なるほどね。打算的に魔女になろうと思ったってわけか。まあ二人とも一緒だね。要約すると、だよ、私と同じじゃねえか。同じじゃねえかよ。あ、捕まえられた。でっかいなあの女。でも結構弱そうって感じだけどね、こいつら。本当にこいつら倒せなかった。お前ら魔女たち出てきたらまた何かしでかすダサいなと思うんだけどね、この国のやつら。二人とも本当にご苦労様でした。私たちはそれからも師匠と共に。それ卒業にならなかったんか。師匠が故郷へと戻った時に。やったぜ、ついに。ありがとうございます。よく似合っているわ。これで二人とも一人前の魔女よ。はい。それでね、魔女名だけど、普段は髪が黒いわよね。だから星屑の魔女ね。なんでやね。シーラは髪が輝いてるわよね。はい。ヨヨミの魔女ね。なんでやね。私がヨヨミの魔女では。輝いているなら私が星屑の魔女では。ヨヨミと星屑は共にあるからこそ生えるのよ。ほう、まあ可愛いんじゃないかな。うん。つまり私たちが離れていても一緒ですよとか、そんなメッセージを込めました的なことを言いてんじゃん。やば、すごい。シーラが頑張っとるな。それそれって。神大事？そうか。まあそれで灰色の魔女になったよね。シーラは意外にも魔法統括協会で働くことになったのでした。ね、あなた変わりましたよね。別に。まあでも喧嘩ばかりしてた頃よりは今の関係の方が好きかな。楽だし。本当に変わりましたね。お互い大人になったってことだろう。さて、日が暮れちまう。急ぐぞ。エンジンがついてるの好きやな。あれやん。あれは返してるやん。うん、気づいたけど、俺もあれなんだろうなって思った。サイエちゃんが持っていってるじゃん。あ、それでみんなあそこに集まるのが次のエピソードか。みんな詰まる。はい、フーラと試練ね。ここもしかしたら自分のお母さんもういるかもしれない。なんか素敵なリユニオンになるかもしれないね、再会といって。なんか次回は良さげな感じですね。では皆さんご視聴ありがとうございました。そしてこれからもぜひご覧いただければええねと思ってる。酒井 Until next time, goodbye. Oh, key!